おかえり平健太郎選手、横浜 DeNA ベイスターズへ、イエーイ。はいどうも、メントスコーラと名乗るものでございます。本日ですね、ちょっとまあこの3連戦、巨人3連戦がなくなってしまって憂鬱なね、気分というか野球もなくて暇やなという感じなんですけども、まあ、ビッグニュースというところで、最後の最後のピースというところでね、本日平健太郎選手と宮城大弥選手の2名を支配下登録するというニュースが飛び込んでまいりましたので、まずですね、このね、我らがね、大エース平健太郎選手について、この動画でね、いつも通り皆さんもご存知かなというふうには思うんですけども、改めて、ご紹介の方をね、していきたいなというふうには思っております。いや本当にね、嬉しいニュース、かと思います。で、まずね、平選手のプロフィールの方から見ていきましょう。はい、平ね、健太郎選手ね、背番号ね、059からね、59番というところで元の背番号に戻りました。沖縄出身のね、1995年7月12日生まれ、現在ね、25歳の、ピッチャーで、27歳のピッチャーでございます。180キロのね、80キロ、右投げ右打ちというところで、素晴らしいね、本当に琉球のね、力をね、合わさっている素晴らしい、ピッチャーではないでしょうか。ということでね、今までの通算成績の方なんですけども、まあ、49登板投げましてね、248イニング、15勝の19敗、防御率 3.45 というね、成績を残しております。もともとですね、山口俊選手のね、人的保障という形で、まあ、読売ジャイアンツからね、DeNA ベイスターズへ、来たという形なんですけども、まあ、キャリアハイはね、これキャリアハイなのかなという感じで、どのね、シーズンから悩んだんですけども、まあ、2020年というところで、まあ、14登板投げまして、4勝6敗負け越してはいるんですけども、83.1 イニングになりて、防御率 2.27 という成績を残しました。2019年もですね、7試合になりましてね、7月まではね、防御率 1.58 というところで、非常に安定した、成績をね、残していたんですけども、ちょっと8月以降はね、フォアボールやね、短いイニングしか投げれないというところで、一気に防御率が 4.11 まで、悪化してしまったっていうシーズンもあったんですけども、まあ、全体的にね、ちょっとそのスタミナのなさというかね、そういうところはね、あるかなと思うピッチャーなんですけども、まさにね、本当にガラスのエースというか、ちょっと怪我も多いところもあるんですけども、安定して投げてくれる、ピッチャーなのかなというふうにはね、思ってます。はいね、いつも二軍成績の方もご紹介しているんですけども、まだね、支配がされたというところなんですけども、まだ二軍で1試合も投げていないというところか、まあ、前ね、この三連巨人の二軍三連戦で投げるんじゃないかなという噂があったんですけども、ちょっとね、コロナ陽性になってしまったというところで、また調整かなと思うところはあるんですけども、まあ、平健太郎選手ね、間違いなく今年はね、どうなるか、まあ、支配化するかどうかなと思うところはあったんですけども、まあ、来年にはね、間違いなく、支配下登録ね、戻ってくるピッチャーだなというふうには思っていましたので、まあ、早かれ遅かれというかね、まあ、今年ね、1回でもね、1軍で、見ることができればいいかなというふうには思いますので、まあ、引き続き、まあ、調整を焦らずにね、コロナとの戦いもあるかなというふうには思いますので、じっくりと調整してもらって、まあ、最後のね、秋頃に、1試合でもいいから見たいなというふうには思いますので、まあ、来年からね、本腰入れて投げていくピッチャーかなというふうには思ってます。はい。選手としての、特徴の方なんですけども、やっぱりその昨年のね、6月にちょっと飛び上手術をしたというところで、まあ早くね、支配下登録で帰ってきたなというふうには思うんですけども、先ほど言った通りね、本当に焦らず、じっくり投げていってほしいなというふうには思います。まあ、飛び上手術でね、ここから球速もね、いろいろね、実戦登板の武器で時間かかるかなというふうには思います。まあ、あとはね、トルネード、ね、投法というか、まあ、サイド気味で投げていくという感じで、球速もね、遅くはなく140キロ後半ぐらい、出るピッチャーですし、まあ、変化球がね、やっぱシンカーとカット、まあ、何と言っても一番すごいのは2種類ね、横と下に曲がるやっぱスライダーというところですよね。まあ球速でもどんどんカウント取っていって、スライダーでもね、どんどん仕留めていくという感じのピッチャーかなというふうには思いますので、まあ、本当に平選手ね、実績も十分というかあるピッチャーなんですけども、まだ来てね、イニングに届いたこともないですしね、1年ね、やっぱり投げ続ける体力というか、やっぱ怪我も多いので、そこはしっかりとね、またね、復活の方をね、ぜひしていただきたいなというふうには思います。よろしくお願いします。ということでね、今日はこんな感じで終わっていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもね、こんな感じで撮っておりますので、また見てください。それではね、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ、平選手頑張れ。